やっぱり冬の18切符といえば上越国境ですよねー。本日は8月12日、まず日本では雪とはおおよそ無縁の日付です。ですが夏の上越国境にもまた魅力があるかもしれませんよ。というわけで本日は夏の国境越えをする動画です。よろしくお願いします。まずはこちらの211系に乗り込み、水上を目指します。高崎から水上まで行く便も言うほどは多くないので、乗る際はご注意です。その上発車案内板にはわざわざ水上で長岡行きに接続とあります。これが何を意味するかは、水色背景に水上の文字。これを見るだけで心が躍ります。こういう国鉄風味の側面待っていいですよね。もう早いとこ乗り込みましょう。国境越えが待ちきれません。過ぎたら次の駅は新前橋。新前橋で両毛線とお別れします。高崎から新前橋までは駅間は比較的短め。新前橋からは駅間が長めになりがちです。もうすでにちょっと完成になりかけてます。ですが水上に近づくにつれて、窓の外は完成からもはや芸術になりますよ。どんどん北上していきましょう。上越線に乗った理由の一つに、水上駅に行きたかったからというのがあります。あれを生で聞きたかったんです。水上駅に着いたらわかると思います。列車は新前橋を出ると、群馬峠、柳原を出て、次の駅は渋川です。渋川は日本の真ん中にあるとして有名ですね。そんな渋川では、長野原草津口や大前方面に行く吾妻線と分かれます。さらにローカルになりますよ。もう一日一本だけ、高崎発渋川行きがあるようです。高崎まで約30分で結びます。なおこれも新前橋数分停車便。早い便ならそこは25分程度で結びます。渋川を出てどんどん緑が多くなっていきます。ここからは沼田を通って水上まで神津家の国を北上するのみです。山奥に入るにつれて、どんどん景色が美しくなっていきます。なお電波もところどころ通じないので、Twitter や駅メモユーザーはご注意。ちなみに上越線は春名山と赤城山の間をくねくねと通っています。これから谷川岳方面に向かいますよ。なおこの動画での国境とは、群馬県と新潟県の間、土合、土樽駅間を言います。ただ、ここら辺は曖昧です。あくまでこれは私の定義、ということで。さて、列車は五感に到着。ここでは五当地駅メロが流れます。残念ながらフルでは流れませんでした。正直、これは仕方ない。なおこのご当地駅メロの原曲は、ふるさと水上、です。両曲、この新潟の潟の字が旧字なのも、ぽくて、いいですね。もし字があのままだったら、社会の時間に小学生が潟の字で泣くこともなかったのでしょうか。なんて。上目に到着。その次が水上です。高架駅になっています。東は篠宮駅の上り線みたい。なおこの駅にはご当地駅メロはありません。次の停車駅は水上。数少ない水上発長岡行きの列車への乗り換え案内がされました。いよいよ車窓の美しさも極まるものになってきましたね。ありがとうございました。まもなく終点、水上です。
まもなく水上に到着します。温泉街として有名ですね。ここら辺で温泉にでも入りたいところですが、長岡行きに乗り継ぎ、せめて温泉地の空気だけでも吸いましょう。あ、スイカカードが使えるのはここ水上までなのでご注意。水上到着前に先頭車両に移動し、次の列車への座席争奪戦に備える人も結構います。先頭車両の近くに乗り換え階段があるのです。さて、高崎から水上までは211系ロングシートにお世話になりましたが、お次はあの列車です。なんだか今乗ってる車両よりも新しそうですね。さて、列車はいよいよ水上に到着。冬だったら辺りは白に囲まれていますが、緑に囲まれていてもまたいいものです。青春してるなーって、思います。これぞ青春18切符。お次に乗り込みますのは上越線 E129系。E129系の帯色は秋の稲子の黄金イエローと、新潟佐渡の時を模した時ピンクだそう。引退した E1系と、もうすぐ引退する都市変更された E4系の色を E129系に使い、新潟地区の利用者に愛されるデザインを目指したそうです。いよいよ本題。水上から越後中里のどこが難所なのかというと、往復1日6往復、という点です。少ないと往復になります。屈指の難所ですが、それと同時にとても楽しい区間でもあります。冬といえば上越国境、なのですが、今回はあえて夏に越えてみます。まずは水上駅の駅メロ、ふるさと水上をお楽しみください。余韻切りはよくあること。それでもなお、かなりの両極です。加えて、いよいよ国境越えとなると、心が躍るものがあります。五感駅では原曲の A メロが使われていますが、水上ではサビの部分が使われています。1日6往復の国境越え、始まります。次のユビソはまだ群馬県です。その次のジョアイもまた群馬県です。長いトンネルを経て、その次の土樽でやっと新潟県に突入します。その区間にある長いトンネルというのがちょっとくせ者です。長いトンネルとは、新清水トンネルのことです。下り長岡方面が新清水トンネル、上り水上方面が清水トンネルです。下りの新清水トンネル側は1967年開通、上りの清水トンネルは1931年開通です。上越線はもともと単線だったのですが、輸送力増強のため、後に複線となりました。その過程で新清水トンネルが開通したというわけです。今だったらどっちか線路が突き剥がされそうなレベルの本数ですが、今でこそ面白い運行頻度ですが、昔は特急と木が高崎、上越、新越線の特急として走るほどでした。ですが上越新幹線の開通に伴い、特急や急行などはどんどん廃線に。そんなわけで、今は数えるほどの普通列車が往復しているだけです。一方で新幹線はだいぶ多いです。高崎からなら1時間に1本は確実にあります。普通に新潟県に行くのであれば、新幹線を使う方がいいかもです。また、普通列車の本数の少なさが故に高崎から越後三沢まで、ふわっと新幹線でこの区間を乗る、新幹線ワープを使う方もいます。でもなんだかんだ不便でも、この区間はこの頻度だからこそ、な気がします。もし仮に国境越えする列車が2分奥とかに来ていたら、ちょっとビビります。まもなく指そです。新清水トンネルには指そ直前で突入となります。あ、トンネル突入前にやるべきことはやった方が良いです。というのも、トンネルの中では電波が通じません。約12分間、電波が通じなくなるので、ちょっと覚悟は決めた方がいいです。
スマホ菌にはいい薬になるかもしれませんね。え、スマホ菌なら単なトンネルをシャトルランした方が良い？まあ、そっちはそっちで。ここで上り線と下り線が分かれ、上り線はループ、下り線はトンネルに入ります。あ、でも上り線はループの南側にホームがありますね。上り線はホームの直前にユビソループという、変わったカーブ、ループ、があるのです。これはトンネルを作るにあたり、ちょっとでも掘る長さを減らすべく、高いところでトンネルを掘るために、高低差を稼ぎたかったからだそう。なお下りの新清水トンネルがある方には、ループ線はありません。清水トンネルの開業からだいぶ経っているということで、掘る技術が向上したためです。さて、列車は指添駅に到着。ついに国境越えで緊張しちゃったのか、E129 系の情報表示器がどうかなっちゃってました。Windows 10なんですね。ちなみに技術は E233 系ベースですが、ところどころ E231 系っぽい点も残っています。例えば1段 LED の車内表示器や、クラッシャブルゾーンがない点など、ドアは、窓の角が丸くて帯がかかってない点も外見がちょっと E231 系っぽいです。でも技術のベースは E233 系です。土合駅の地下、山の中のトンネルの駅って地下っていうんでしょうかね。とにかく、土合駅は群馬県最北端の駅。トンネルを越えて次の口たるから新潟県です。国境越え、ワクワクしますね。あ、この土合駅下りホームも、電波環境はよろしくないです。繋がらないことはないですが、大体何かの読み込み中に土合ホームを出ちゃいます。これ外側に結露がついているのでどうしようもないんですよ。土樽駅の外はこんな感じ。なんか夏を感じます。夏の土樽もいいですねー。ところでこれが路線図なんですが、土樽と越後中里の間もループしています。ここも線路と照らし合わせると正しく、上り線でループします。だから上り線では、越後中里から土樽、と、土合から指添の2区間でループとなります。あ、次の越後中里からは本数がほんの少し増えます。トイレはこんな感じ。すみませんね、急なトイレシーン。いろいろと配慮されています。E721系と似ていますね。ところでトイレには蓋がついています。蓋を閉めてから流しそうで。夜メロンの母はトイレの蓋が嫌いすぎて、お家のトイレの蓋を取り外したそうなので、E129 系が同じような被害に遭わないか、とても心配です。皆さん、トイレの蓋は新潟土産にはなりませんからね。土樽から越後中里の間でもちょっとだけトンネルに入ります。新清水トンネルほど長くはないので、安心してください。トンネルを抜けてしばらくすると、ちょっと村っぽいのが見えてきました。土樽からガーラ湯沢付近までは南大沼郡、湯沢町に属しています。となると村っていうより町ですが、そんな細かいことは気にしない。やっぱりまた結露がついてきちゃいました。夏は結露に注意、です。
列車は越後中里に到着。鬼畜本数ゾーンはここでおしまいです。冬に行くと鬼のように寒いのですが、セミの鳴き声が聞こえる。夏の上越国境もなんだかんだいいかもしれません。ヒートアイランド的なムワーっとした暑さもあまりありませんし。次は、岩っぱらスキー場前。岩っぱらスキー場前です。The next station is 岩っぱらスキーグラウンド。次の停車駅は岩っぱらスキー場前。首都圏の電車だったらどうにか一画面に収めそうですが、スクロールさせてます。例として、埼玉新都心なんかは一画面に収めてます。それはそれとして、カタカナ側はだいぶ流々ですね。岩っぱらスキー場前駅にもうすぐ到着します。車窓はスキーとは無縁ですが、これはこれでなんかいいなーってなったり、ただちょっと最近、越後リザワ付近ってなんか悲惨らしいので、なんか手放しで喜べないなーとちょっと思ったり。いや、でも今は楽しみましょう。岩っぱらスキー場前駅を出る頃には結露はほぼ完全に消えてますね。そして次はおなじみ越後リザワ。越後湯沢といえば新幹線谷川号の終着駅として有名ですね。あと、温泉とお米とお酒。この後越後湯沢駅に寄ったんですが、割とたくさん人がいました。越後湯沢人気。あと、天気予報では雨だったのですが、そこまでひどい天気にはなりませんでした。高崎以来の上越新幹線乗り換えができる駅です。にしてもさすが新潟。米の産地なだけあって田んぼがたくさん。ところで、越後湯沢からはさらに本数が増えます。北国線の車両を考えると、ここから6日町までだいぶ本数は多くなります。というわけで本日は夏に上越国境を越えてみる、という動画でした。ご視聴ありがとうございました。え、上りでも越えろ？まあ、せっかくですし、越えましょうか。言うべきことというか話のネタは、ざっくり下りの時に話したので、ちょこちょこ割愛しながら話していこうかな、と思います。あ、越後湯沢も在来線での IC カード使用はできません。有人改札です。大体の人は新幹線を使うからこれはこれで問題ないのかも。E129 系はハム X サンドみたいな見た目をしてるので、ハム X と呼ぶ人もいます。現在定期運用では、上越線みなかみ以北ではこのハム X 以外は運行されていません。国鉄車両を置き換えた存在ですが、それでも夜メロンは個人的に好きな車両らしいです。越後湯沢発車。進行方向左側には飯地山や、立柄山が見えます。ここからはざっくり解説していきます。越後中里付近にはブルートレインが止まっています。寝台特急あけぼの。ちなみにあれは現在、無料休憩所として使われているそうです。ブルートレインの第二の人生、まだ行けてないので、予定が合えば行きたいですね。E129 系はロングシートとボックスシートが混在した座席配置になっています。というのも新潟駅周辺の通勤ラッシュは混雑するので、それの解消が目的です。土樽付近で、列車は関越自動車道とだいぶ近い位置を走ります。これも地理的状況がゆえ、って考えると、なんだかいいなーって。なお土樽駅のもう少し南側に土樽パーキングエリアがあります。関越トンネルを入る、出た直後にあります。特筆できるほどの設備はないそうですが。一方上越線みなかみ行きはこれから清水トンネルに入ることになります。下りの清水トンネルは上りの新清水トンネルより短い、ということは述べましたね。それだけ県外の時間も短いです、なんて。短いって言っても10分くらいかかりますが。関東地方に帰ってきました。今日だけで国境を2回越えてます。なお上りの土合駅ホームは、
しかもそれとは打って変わって地上にあります。下りが改札からホームまで10分なのに対し、上りは改札からホームまで10秒です。あれ、これやっぱり下りで乗ってきた車両でした。っていうかまだ Windows をなんたらって表示のままだったんですね。もうドアイ出発したので後に駅ですよ、追ってください。ドアイを出発し、ユビソに到着しました。こちらも地上ホームです。にしてもいい景色です。さすが鶴舞う形の群馬県。この列車は上越線通路車みなかみ行きです。次は終点みなかみ南行きです。列車はもう間もなくみなかみ。実は夜メロン上越線の上り列車で国境越えしたことがあまりないらしいです。越後湯沢が楽しいから、というのが最たる理由だそう。まあ、そうなんですねで、なんかすごいアングルから映してますね。終点の水上に帰ってきました。本日は上越国境を夏に越えてみました。結露にだけ気をつければ、涼しいので割といいかもしれません。あとなんか、青春してるなーって気分になります。それでは本日のご視聴、ありがとうございました。最後に、水上駅の、ふるさと水上でお別れしましょう。全部はなりませんでしたが、何かと心に残りました。では今度こそ、ご視聴ありがとうございました。